ただきました。やっさんありがとう、ロックありがとう、クロちゃんさんケーキありがとう。こんにちは。なんかさ、部屋片付けてたらさ、前にガチャガチャした、前にしたガチャガチャが出てきて、あゆちゃんありがとう、前にしたガチャガチャが出てきて、え、これなんだっけと思ってなんだっけと思って、まあ、ピンなんだけど、なんかあ、そういえばガチャガチャで当たったんだ。なんか紙につけると光って見えるみたいな、あのなんて言うんだろう、こう漫画とかで髪の毛がツヤンってなってるじゃん、なんだっけな、え、出てくるかな、調べたら。髪の毛光って、こんにちは。あ、これだ、あっと出てきた、これだ、二次元ハイライト、髪ツヤみたいなヘアピンで簡単二次元。簡単二次元、こういう感じ。なんか髪の毛にこうやってつけると髪がツヤンって二次元みたいにハイライト光って、あ、ピカって見えるよみたいな、っていう謎のガチャガチャをそういえばあれしたんだと思って、これなんだ、私ゆる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 が当たったんだ、謎のガチャガチャしちゃってました。なんかあったのよ家に、だからこれつけるってことよ。え？どうですか、光って見える？そらちゃんシュークリームありがとう、カメさんかわいいありがとう、クロちゃんさんありがとう、タルヤキさんありがとう、似合ってる、おお、ちょ、髪の毛ツヤって見えるのかな、見えなさそう、雲つけてるみたい、そういうヘアピン、そういうヘアピン、うん、うん、なんでこのガチャガチャしたんだろう。黄色いゾウさんありがとうございます、10個、なんかガチャガチャってさ、なんでしたんだろうっていうやつだよね、なんでしたんだろうっていうやつやりがち。
その時の気分でなんかえちょっと回してあいたい回したいとか思って、これ絶対いらんやろ、これ絶対いらないもんね。髪につけるとハイライト、髪ツヤって見える、二次元ハイライトっていうガチャガチャ、うん、謎。でもなんか回したくなったんだよね。カンタくんかわいい、ありがとう。月光さんありがとう。ノリと勢いガチャガチャだから、そう確かに。なんとも言えないな、やっぱガチャガチャやな、やっぱ。どうやってやってたかの、いや、うん、そういうのじゃない、もうこうつけて、つけることによってこの髪がこうツヤンって見えるよっていうガチャガチャなはずなんだけど、これね、二次元ハイライト、ヘアピン、簡単二次元ヘアピンで、簡単二次元ヘアピンで髪ツヤみたいなってついちゃって、髪ツヤじゃなくて髪ツヤみたいな。うーん、あ、そういうことね。効果はだからどうなんだろう。遠くから見たら見えるツヤみたいな、見えない、ね、羽みたい、羽です、もう羽ピンガチャでした。羽ピンガチャでした。結局これはもう、ゆうつなばらさんありがとう。ライトでつけてみるじゃん。お、ちょっとまぶしい。まぶしい。なんかもう暗くなってきた、どんどん台風で。本当になんかテントで外で暮らしてる人じゃん私。え、外で暮らしてる人だね、なんか夜みたい、眩しい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 、すごい眩しい。ん、本当にテントやん。助けて、うん、止まんなくなっちゃった。ちょっと待って、お、あ、びっくりした。ちょっと今すいません、謎のボタン押しちゃった、怖っ。
暴風域バルス、謎のモードでした。やばい、これ明るいね、これ。光るよ、じゃあもう一回光らせますね。目注意。やばい、眩しい。あ、でも眩しい。あ、なんか記者会見撮られてるみたいな。記者会見のなんかフラッシュ、すいません、ちょっとすいません、ちょっとやめてもらっていいですか、やめてもらっていいですか、すいません、やばい。フラッシュの点数でご注意くださいです、これ完全にそう。面白すぎるこれ、やばい、新しい遊びを発見してしまった。ピンケッさん、ありがとうございます。フォクペグさん、あ、確かに謝る今のはもう本当に急に現れてフラッシュさせられてる時、これはこの度はお集まりいただきありがとうございます。今日は本当に重大なね、ご報告がありまして、ちょっと会見をね開かせていただくことになりまして、本当にちょっと今日言おうと思ってるのはもう今日重大なことで、はい、とっても迷っていたんですけど、まあちょっと言おうかなと、報告しようかなと思って、いやでも本当にすごい。ずっと言わない人、ずっと言わない人、なんかチョコレートプラネットさんでそういう動画あったよね、 YouTube で。本題に全くいかないっていう、ただただ前置きずっと話してるっていう動画見た。フランさん、ありがとうございます。これは普通に何も知らずに入ってきた人やばいね。ちょっと今テント置いてるって、テント置いてるとさ本当に今暗いからさ、あれだよね、本当になんか外でテントで生活してる人に見える。野外配信、すいません、お騒がせしました、映像がちょっと乱れましてすいません。こんにちは。電気つけたら明るいと思う。そう、まあでもこの照明でいこう。見て、だって目がキラキラだよ。
目の中に丸がある、わかる？見えます？目に光が入って、こっち見たらわかるんか。こんにちは。もうお昼なのに、お昼ではないね、お昼前なのに真っ暗なんだ。羽ピン。目の中にハートが入るライトとかあったの。あったね。今からラーメンなんだけど、いいな。ラーメン、ラーメン屋さんのラーメンをもう1年以上食べてなくて、これはちょっと問題ですよねっていう話です。うん、こんにちは、やっほー、ありがとう。豪雨と雷ゴロゴロ。うわっ、雷？聞いてない、聞いてない。やだ。ラーメン禁止？ラーメン部失格ですね。そうなんだよね。美意識高い。美意識というよりかは、ラーメン屋に。でな、でもそうね、地元帰ったら家族なんか、うん、家族と行きたいんだけど、やっぱそっちのね、やっぱあの家系ラーメンが恋しいというのはある。でもこっちにも福岡にもできてるんですけどね、何店舗か、なんかそう最近多いよね。逆にカップ麺1年以上食べてない。カップ麺はあのディコピさんのダンボさんだっけ、コラボしたダンボさんからカップラーメンの差し入れいただいたの、この前。そう、久々に、なんかもう何年ぶり、あ、何年ぶりだ、そっか、もう1年ぶりぐらいと久々にカップラーメンを食べたんですけど、あー美味しかった。あれはダンボさんのね、豚骨おすすめです。ヤシタンさん10個ありがとう。家系ラーメンが好きです。愛知台風対策大丈夫？台風対策大丈夫だと思う。対策、うん、そうですね、持ち銃はあの全部ちゃんと充電した。家系美味しいよね。お家系大好き。どんどん暗くなってってる気がする。これ今夜じゃないよね、夜みたいに見えてるよ。目がやられる。水や食べ物大丈夫です。伊沢さんありがとう。ねえ、コンビニお話し会うまく聞こえなかったらごめんね。もうね、どうにか口の動きで。お水、カップ麺買ってきた。みんなやっぱ買い込むよね。伊沢さんありがとう。自宅からじゃない、事務所で
オンラインします。ねえねえさんありがとう。ワンピースどこまで読んでんの？ワンピース読んでない。ワンピースはもう長すぎて読んでない。読んだことないか。さっきスーパー行ってきた。やっぱ任務完了です。ご苦労。髪の毛カラー、あ、髪の毛カラーしないの？したいですね。機会があればしたい。タイミング。そう、でも今日はね、一応なんか早めに行こう。早めに事務所に行こう。地下鉄バス止まるってね、すごい。そう、午後から予報のことだよ。そうだよね。気をつけてください。みんなもね。みんなもちょっと台風の中。あ、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーっていう、停電したらどうするねえ。停電したらどうしよう。本当にやばいよ。本当にやばいよ。ね、昼過ぎたらちょっと急変しそうだ天気が。ちょっと確かにこのライトも今使わないでおいとこう。今使っちゃダメだよ。いや、まあ電池はあるからいいか。電池は大丈夫だと思うけど、一応念のためね、このライトを光らせるから、もしダメだったらちょっとテントね。うん、待って、持ち銃はまあ充電したっけ。10秒しかない時何喋れば覚えた。覚えてもらう。名前と、名前は言った方がいいかもしれない。髪短くなった？結んだ。髪の毛じゃない、ペンライト、ペンライトね。ペンギンさんありがとう。確かに避難所から、避難先から配信してるみたいになってるね。確かに避難所みたいな。心配しないでください。すいません、これ自宅です。すいません。ペンギンさんありがとう。ナイアガラさんありがとう。いや、こういう時に
あ、ウーバーとかやってないでしょ絶対。さっきコメントで見たけどやってないよ絶対に。いや、やってたら危ないよね。あ、でもやってんのかな。やっちゃってるかも。すごすぎる。挨拶残り5秒。好きです。告白しましょう。楽しい質問とか答えやすい質問、そうだな。うん、楽しい質問、なんだろうね。楽しい質問か。話が膨らむ話がいい。うん、頼むな。チップあげないと。いや、相当なチップをねあげないとダメだよね。確かに。あと2分で終わります。そうです、テントを張ってるというかね、子供用テント、なんか子供部屋とかに置いて可愛い系のテントなんですけど、次の配信は1時10分から。ベーキングパウダーで話題膨らみますかね。うまいことを言ってるね。確かに入れてみてください。膨らむ膨らむ多分。適当。膨らむ膨らむ。1時10分です。完了、ありがとう。ではまた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 13時5分、あ、13時10分、1時10分にお会いしましょう。ホカペグさん、シュークリームありがとう。またね、あとでね。ありがとう皆さん、バイバーイ。